こんばんは。雪ハートありがとう。お疲れ様でーす。<laughs> <laughs> うんうん。 皆さん、えー、今日はお知らせが3つあります3つ ?2 つかなあ三3つです3つありますありがとうございます嬉しい えー、三つお知らせがあります。いいお知らせが一つ、悪いお知らせが二つです。悪いお知らせが二つでもいいでしょうか。<laughs> えー、まずじゃあ、最初に、最後にね、あげた方がいいと思うんで。あの悪いお知らせ二つの方言いますね。まず一つ目。えー、お休みメールを。 送ったんですが10時5010時59秒5922時59秒59まではメールが送れるんですけどなんと今日は22時1分01に送ってしまいましてなんと0.02秒間に合わなくて <laughs> お休みメールが返却されましたごめんなさい ごめんなさい0.02秒のだからまあスポーツの世界とスポーツの世界と一緒ですよねなんか0.0何秒がさやっぱギネスになるかならないかが決まってくるじゃないですかあのー、<laughs> ちょっとそのその差を攻めてみたんですけど ダメでしたごめんなさいそ <laughs> うごめんね理由はあります、えー、お休みメールの前にまあ、あと3分ぐらいあるからメール2件送れるわーと思ってお話し会のメールに写真を3枚貼っちゃったんですねで私的にはサービス精神で3枚貼ったんですけど枚数を1枚と2枚と3枚送れるんですけど 3枚送ると読み込みに時間がかかって結構重たくなって送信に時間がかかるんですよそれで私のいつも2枚だから大体写真が読みが甘くってなんか3枚の方が可愛いいかなと思って3枚載せてしまったが故にちょっと読み込みがめっちゃ遅くなってしまってそのメールのそれを送った時点でもうあと1分しかなかったんですねそうなので許してください 読み込みながら、あこれやらかすわっておわ、実はもう気づいてました。なので、あの、本当に申し訳ございません。<laughs> 申し訳ございません。でも3枚貼ったので許してください。ごめんなさい。 すみません <laughs> で悪いお知らせ2つ目えー、これはもうみんなには何も関係ないこと個人的なことなんですけど和牛が解散しました <laughs> 和牛が解散しました私に可愛かったので OK ありがとう最近3枚送ってくれてるしいありがとうせめてなら OK 確かにえマジででもね私あの和牛和牛が好きなんですけど昔からあのラバーガールと和牛が好きなんですよ芸人さんそうであのー 和牛和牛ってどれぐらい好きかっていうとあの瀬戸ビンコっていうね昔の STU の番組があった時にあのわざわざ会いに行かせてもらったぐらい好きなんですよ。でこの話何回もしてるんですけどあの。 和牛が好きすぎて18歳19歳か19歳の福田あかりちゃん和牛の似顔絵をもう小学生みたいに画用紙で書いて和牛に渡したんです <laughs> やばいでしょクーピーで書いたからクーピーでクーピーってもう死語じゃないクーピーで書いて和牛の似顔絵を和牛にさん人渡したぐらい好きででその時ほのたんとココアも一緒に。 行ったんですよロケ半分ロケみたいな感じで行かせてもらったからであのほのたんとココアと和牛のお二人でだから5人ショットを撮ったんですよ写真を記念写真みたいな5ショット撮ったんですけど私ほのたんとごめん,たんとココアにもこれ言ってるから許してほしいんだけどほのたんとココアのとこをもうカッて切って写真トリミングして。 トリミングして和牛と私のスリーショットにして待ち受けにしてましたそのしばらく <laughs> この話するといつもウケる,るんだけどね結構それぐらい大好きだったんですけどなんとね今日解散っていうお知らせをほんとさっき見てツイッターで死んだもう。 うん、悲しい <laughs> ひどいいやひどいっていうかお宅心じゃん当たり前じゃんスリーショットを撮ったっていう気持ちその時は勇気がなくてスリーショットお願いできなかったからスリーショットを撮った気持ちになったっていう可愛いいエピソードですよ笑い話ですよそう 似顔絵まで渡しに行ったね和牛さんなんですけども解散ということでもう私はもう変な声出た <laughs> までもねちょっと最近ねスケジュール的にあのライブスケジュールとかさいろいろアキナ牛シュタインとか見てる限りもなんかちょっとなんかなんかあるかもとかはなんかね、うん、あるかないかなとか思ってたけどまさか解散とは思わなくてちょっと本当に勝つ級とかじゃないの、ね 活休とかじゃないんだよ。活休で会ってくれと思うけどね、まだ希望が持てるから。活休でもなく解散ということなので、もう、悲しすくって悲しくって。本当に、そんな話です。ごめんね、全然関係ない。全然関係ないよね。そう、でもだから、解散までに、あのー、またライブをね、 なんかライブ見に行ってたんですけどコロナコロナか明けかけぐらいの時にそう結構劇場とかなんかちょこちょこだけど見に行ってて何回か見に行ってたからこそ結構ねえ、まあ、し基本はテレビで応援してたんだけどね <laughs> いやー寂しいですね ちょっと最後瀬戸チャレンジ呼んでくんないかな水田さん愛媛出身だしまじで頼みたいよろしく頼みたい M−1 の常連だったそう本当に面白いのまじでこれでも私ラバーガールが解散したらもう絶望だけどラバーガールは超大丈夫そうだから まあ心配してないんですけどもうあとはラバーガールに望みを託して <laughs> みんなでラバーガールを応援しよう, <laughs> もう私に応援されなくても <laughs> 売れてるからいいんだけどんこんばんは。 ご本人たちがね幸せに暮らしていってくれればいいんですけどね <laughs> ちゃんとぐら行ったことありますすごいあほんでこれ悪いおだせ二個がこれね和牛の話で尺取りすぎなんだよ <laughs> えっとえー、っと 3つ目、いいお知らせがあります。はい、いいお知らせを聞きに来たよね、みんな。いいお知らせを聞いてほしいです。え、いいお知らせがあります。いいお知らせは、もうとってもいいお知らせです。皆さん、もう大盛り上がり間違いなし。えー、聞いてください。埼玉の皆さん、クマ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 ありがとう。そのクマがよく似合うお話になります。えー、なんと、今年、来年の元旦に、 元旦公演が決まりましたイェーイやったーこれはいいお知らせでしょう皆さんもね、街に待っていたと思います。ワンチャンあるかなないかなって。去年から始まった元旦公演ですが、無事今年も開催されまーす嬉しいよかったよかった。よかった はい。しかも、こちら、なんと、全員出演でーす。わー、すごーい。嬉しい。正直、アイドルって、なんていうのかな。エンタメ業というか、みんなが休みの時に仕事があるのが正しいっていうか、いいことじゃないですか。わかるだから、土日に、ね、ライブがあった方がいいし、年末とか、連休とかにこそ仕事があるっていう職業じゃないですか。もうね、 年末とか三が日に家で寝てる場合じゃないんですよ。この芸能をやってる以上。と私は思っているので、あのー、この三が日にね、1月1日よ、しかも、歌って踊れるっていうのは本当にありがたいことだなって思うので、とっても嬉しいです。なんなら、あの、ね、31日もやって、やっていいよ。やろうってくらい。ねえ、別に、 いいじゃんね31日もやろうよ <laughs>。てかそれはスタッフさんってか文化ホールの人が大変か文化ホールって感じでしたっけあのー、素晴らしいメンタル <laughs> ありがとうそでもなかなかね1月1日ライブなかなかなかったから今までやっと定番化してきたのかなと思うと嬉しいんですけどこちらお昼が「研究生ちゃん」の公演でえー 夜が。一期ドラさん2期生の公演となっております。広島の文化センターってとこであるんですけど、あの椅子があってね。すごい見やすいとこなので。是非！よろしくお願いします。休みたくないですか？いや休みたいよ。休みたいけど、その何ていうの？なんか全部休みじゃなくてもいいかなって。感じそう。 別にね1週間とか休みもらってもどうしようもないからしかもさ年末年始に1週間休みでもほんとどうしようもなくないどこ行っても混んでるだろうしねえんかみんながや休みの平日とかに1週間休みだったらめっちゃ嬉しいけどこのだ誰しもが移動してる新幹線のチケットも取れないような期間に休みにされてもどうしようもないじゃんだったら私は働きたい <laughs> だから全然もうなんか逆にあってよかったぐらいの気持ちなんですけど はい嬉しい皆さんぜひ来てください普段休日が仕事の人の発想そうそうそう <laughs> <laughs> そう なのでね。今夜ハッピくんメリークリスマスありがとう。なんか、街の BGM がメリクリすぎて、あの、ビーズのさ、なんとかがんとかメイクリスマスが頭から離れんどっかで聞いたの。もうずっとクリスマスソング長いと思うね。薬局行ってもスーパー行っても。<laughs> こんばんは。 そう嬉しい元旦公演まあちょっと前からあることはして,てたんですけどもう早く言ってよと思ってたんでそうやっと発表されたぜでもさなんか16人公演だけどだからだけど30人ぐらいいるから「交代交代で出ます」って書いてたのそうどんな感じなんだろうね「マライア・キャリー」しのほど長いてるよね「<laughs>

3時間ぐらいっってしいうかコンサートや,やればよくないあの31日に集まってレッスンして頑張って1日であのやばいやばいちょっと思いついちゃういろいろ1月1日させっかく全員出て大きい会場なんだから鼻咲い声じゃなくてなんかコンサートすればいいのにね <laughs> ねクリスマスコンとかのさや,やつもさちょっと使ってさいい感じにやったらなんかできそうじゃない え振り袖来たい振り袖え振り袖来たい <laughs> え待ってクリスマスコーン終わってさ1週間ぐらいあるじゃん年末までそこでさレッスンしてさ1週間そしたらコンサートできるくねだってさみんなさおしめずっと見たくない交代交代ってどれぐらいかかるんだろうどれぐらい出れるんだろう半分かな 振袖たでも振り袖来たら踊れないね <laughs> とりあえず書き初めは私の予想1月1日の朝に集められて「事務所で書き初めさせれるのよ」って書き初めされてみんなふざけたこと書いてそれが貼られてる <laughs> そういっつもそういっつもね仕事始めの朝 事務所で書き初めすするんです <laughs> で,で、最初の方に来た子たちは真面目なこと書いてんだけどだんだんみんなふざけてきてそう適当なこと書き出すのね <laughs> そう <laughs> それが貼られてるんですいつもでも振り袖着たいけど振り袖着たら踊れないもんなうん 書き初めはでも払われる,払われると思う多分今年最後の会議欠席してクリコン参戦命がけ <laughs> いいじゃん命がけでクリスマス楽しむなんて会社の人誰もやってないよ自分だけだよあ若い若い最高最高の人生送ってるおじさんだけが一人勝ちおめでとう <laughs> えー、振り袖できたーいけど着付けの先生は1日は休みたいよねえー、楽しみどれぐらい出れるんだろうなー単位ギリギリでクリコン行こうとしたのに外れたそれがもう単位取れってことなんだと思う <laughs> 人間関係そっちのういうのも必要人生においてモヤモヤしながら行くと思うけど大丈夫人間関係人間関係とかいいなほうじゃなくて大丈夫着付けの人は元旦忙しいあなるほどそっかアナウンサーの人とかも着付けしてるだろうしな <laughs> 大丈夫よ人間関係なんてね自分が気にしてるほど周りは気にしてないからそうそうある程度適当に生きて生きていていいと思う私は <laughs> そんなにね周りの人はね自分のこと考えてくれてないからうん大丈夫大丈夫そうよ自分が誠意持ってやれればいいのよ え着物で来るファンの人いそう着物で来るファンの人いそうでクリスマスコーン絶対頭にトナカイつけてくる人めっちゃいるじゃん笑っちゃうんだよなあれなんか可愛くて何か角が揺れお話し会とかでさトナカイとかサンタとかつけてくる人さ話すたびに角が揺れてるのよもう <laughs> 可愛いけど多分うちらもコスプレしてる時同じような状況なんだろうなって思う かわいいよね。なんかコスプレしてる猫耳とかが揺れてるの可愛い,いだろうな。ね。鏡餅みたいな体型でいきます。え、めでたーい。<laughs> めでたい。

ダルマありがとう。あらいやキャリー。 あたえ優しい優しい世界なんだが。こんばんは。マネクボーめっちゃ可愛いありがとう。<laughs> めっちゃ可愛い。だるまありがとうゆきありがとう。お話から申し込んだありがとう。 ST、A、のクリスマス曲といったら何なのなんだろうわからん。冬曲あんまないかもしれない。か冬曲全部寒いイメージはあるけど、冬ですよって曲、冬ですよって感じの歌詞の曲はあんまないよね。か冬曲っていうのはないかもしれない。サングラスデイツみたいにさ、夏はみたいなのはあるけど、当なクリスマスなんかポカーン。 クリスマスマハロウィンは楽しケー、OK。OK 冬くないねうーん C って言えばもうあんま思いつかないかも C って言えばないな 今はうん本当にないな強いてもないな48 <laughs> グループだったらいっぱいあるよ「ノエルの夜」とか「12月のカレンガルとかいろいろありますけどそうお話会通書と当選おおめでとうありがとう たありがとううーん PR 舞台シーズン2最後の活動そうなんですよまあでもあんまりこれはこれって固めすぎるとなんていうのかな そのの季節以外で歌いいいづららくなるかか逆にいいのかもだってサングラスデイズ夏以外歌いづらいもん <laughs> でも逆にサングラスデイズを久々に歌う時あー夏来たなって思うそれはいいとこだよねスキー場でサングラスつけるあ確かにそれはそうかも。 んんばは私ちょっと最後の手段で決めちゃうバレンタインデーキッス。 ワクワクしてきた <laughs> ほらワクワクするぞ

当の道だよね。M ステのさ、夏目度集とかで見る。クリスマスもバレンタインも美味しいよ。あのね、誰かがもらうとかじゃないの。あのね、私はクリスマスっていうかバレンタイン、私チョコレート大好きなんですけど、あの、スタバとかさ、カフェとかでさ、チョコレートメニュー増えるじゃないですか。 あれ最高私かぼちゃ食べれないからもうハロウィンの時さどこもかしくもパンプキンなんとかみたいなもう本当にあーもうハロウィンは大好きなだけどパンプキン食べれないわみたいな感じなんだけど <laughs> クリスマスバレンタインチョコレートメニュー多いあとストロベリー多いありがたいそうあれありがたいわ そうかぼちゃのコスプレはしたけどかぼちゃ食べれないホワイトチョコめっちゃ好きよホワイトチョコ大好きアンパンマンチョコを買っとかないとねそろそろそうかぼちゃのコスプレしてたのにってそうなんですよ かぼちゃ嫌いなんですよ。そう。なんか嫌いになった理由とか覚えてないけど、なんかね、あんまり苦手意識ない時に、ちっちゃい時かぼちゃのカレー、かぼちゃカレーかぼちゃのスープなんか、コーンスープかなーって思って食べたら、かぼちゃのスープだったことがあったんですよ。その時に、ショックすぎて、なんか、 えみたいなそっから気合いになりましたねそうでもかぼちゃのルックスは可愛いなと思うからコスプレはしたんですけどね。 ピスタチオかピスタチオとか緑のものがねペンライトカラー緑の薬ねあんまり好きじゃないからあのピスタチオとかアボカドとかおとといぐらいおきちゃんがアボカド刺しっていうのを食べててプロリッとアボカド刺しってさ私初めて見てびっくりしたんだけど刺しっていうかアボカド切ってるだけじゃんねあれアボカドが丸ごときたのこう,こういうなんか 刺身のさ四角い横長の皿にアボカドがこうシャ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 ってカットされてそのまま来てみんな嬉しそうに食べてんのそれをもうびっくりしてびっくりした本当にでそれはもうびっくりするびっくりす本人の前では言わないよ私は「あゃる」って言われて「私は大丈夫」って大人の感じであ「私は大丈夫だよ」みたいな感じで言ったんだけどあの。 その横で私はね、ピーマンのに、肉味噌ピーマン。頼んだんですよ。肉味噌ピーマン、肉味噌ピーマン、わかります。あの、肉味噌が。ちっちゃい、こう、こういうのできて。で。あのー。ピーマン、ただ切ったピーマンが、薄、薄切りの、ただ切ったピーマンが。皿にもらえてくるんですけど。なんか。それが届いたら、なんか。ほんまに気まずかったんだけど。 なんかえ、んかえなんかピーマン頼んだみたいな。え、ピーマンだけ来たよ。ピーマン頼んだえ、ピーマン頼んでないよねみたいな感じでな、空気になって。ねいや、ピーマン頼んだわーって思いながら、気まずく、気まずすぎて。頼その状況で頼んだとか言えないじゃん。だからさ、あ、煮込みさまある煮込みさまあるとか言って、え、煮込みさんあるじゃーんとか言って、私食べよーとか言ってさ、率先して先週食べてさ、誰も食べない。<laughs> と、あなたたちアボカドめっちゃ食べてましたよね。同じ緑の、ただ切ったやつですけど。 って思ったんですけどそうちょっと気まずくて言えなかった <laughs> 同じ緑のただ切っただけのやつが来たのになんかそうピーマンだけえピーマン切っただけのやつが来たんですけどみたいな扱いを受けててなんだと思ってそう悲しかったいいじゃんねピーマンがただピーマン切られただけでさそう来ても美味しかったし食べたわ <laughs> 肉味噌ピーマン最高だわ そうそれが私的にめっちゃ面白くって <laughs> なんか本当に面白くってそれが自分的に絶対公演の MC とかで言おうと思っていつか絶対言うからこの話「沖ちゃんの生誕」とかで絶対言うから <laughs> なんでピーマン嫌いなんだろうねみんな。 誰かが、なんかピ、ピまさかピーマンだけを頼むやつなんているわけがないだろう、みたいな空気のテーブルになっちゃったから、本当に気まずくって。うん、悲しかった <laughs>。面白いよね。苦いのか、確かに。そう、面白いでしょ。この話面白いよね。 ハそういえば雪だるまじっこありがとう,うそうピーマン 他に食べられないもの食べられないものってあんまないけど別にたなんかわざわざいらないなってものはいっぱいあるよでも基本はあの食べれる大体そう 岡山のジャンボピーマンあんのえー、ジャンピー,うーん奥者の生産私は出ないあーじゃあ来年言うわ <laughs> 来年言うわ絶対覚えてない自分がピーマン 今日終わるじゃんもう23時53分ズバズバってやってる今ファンクラブ更新しましたーあ待って和牛解散って来てるめっちゃめっちゃ和牛の話を事務所でするスタッフさんがいるんですよそう「ふぐちゃん和牛解散したね!」って絶対言ってくるめっちゃ可愛いいんですけどそう やっぱ私が和牛好きなのみんな知ってるんだガチ泣いたって送っとこうファンクラブで今日は何を送ったでしょう今日はえー、ちょっとみんなね冬に染まりすぎなんで最近へそ出しあかりを送っておきましたんで夏を思い出して未公開オフショット 全部同じような写真に見えるけど若干違う。本当に福田のことが好きな人が福田をファンクラブに入ってるでしょだからこの違いもわかるよね福田かいちゃんの未公開へそ出しオフショットなんと、にしろは10枚盛り載せております。よろしくお願いします。ふふふふ。 はい、10枚も10へそですあ一1枚後ろ向いてるから9へそです <laughs> よろしくお願いします <laughs> いいなと思ってくれた方は「マヤミクサ」みたいな喋り方嘘うウケるいいなと思ってくれた方はね ちゃんのファンクラブ入ってよかったなんか言っといてくださいツイッターかなんかストーリーか友達渡友さんか誰かに <laughs>、はい、メールの編集もありがとうございます 56分 <Okay> お話し会の再販もやってるのでぜひよろしくお願いいたします。<laughs> 旗みたいなの使ってみたショールームのなんだそりゃ。 私、携帯アップデート、一でもしない人だから、ちょっと対応しないかも。してあきます。え、りょうにゃあ、あさってからのおき、おきさんやん生誕地け取ったのに、あかりちゃんいないのどういうこと当たり前のようにいると思った。いや、私も、当たり前のように公園出ると思ったらいなかった。びっくりした。まあ、たまにそういうこともあるんだよね。<laughs> はい、残念。 あかりちゃん、あかりちゃんがいなくてもあかりちゃんのことを考えながらよろしくお願いします。なッかーありがとうあかりちゃんさん、ひんさん、元旦公演おめでとう。うれしい、本当にライブができるってありがたいよ、1日から。年明けすぐにメンバーに見れるのは本当にうれしい。残り少ない瀬戸内 PR 舞台シーズン2最後まで頑張りんごー。頑張ります。うれしい、本当に。元旦公演が超楽しみ。で、のーありがとう ずっと1投げてた。おりちゃんありがとうあおによしお疲かれこん新年最初の公演、けおめ言いたいので申し込みます。おうしいあそっかお見送りでお見送りで秋雨言える当たりますようにではではセブンありがとうにけちゃんありがとうやまっぴーありがとうはいありがとうございますこちらこそ いやいや私も公園で出るのは当たり前と思ってないし逆にファンの人もあの推しが出るのは当たり前と思わずにそう出てる時にしっかり見に行くことが大事ってことですお互いにね一回一回大事にしましょう <laughs> 何の話公園の話よ山中坊主ありがとうタッカーありがとうハッピんリリベお話し会2日ありがとうオンラインから覚えてね ありがとう覚えます。埼玉のおいたーんありがとうはい。というわけで、今日も頑張りましたね。私が福田はって言ったらストウチって言ってください。ありがとう福田ストチーチサウンドの名称はどんな決まり。香川県出身の、えー、福ちゃんこと福田会でした。皆さん今日も一日ありがとうございました。おつけ年会すい睡眠みぬみです。えー、 お話会再販中なのでぜひあのお話し会遊びにいらしてくださーい明日も配信すると思うので遊びに来てくれると嬉しいですよろしくお願いします今日も楽しかったねお話ししてくれてありがとうバイバイ おやすみーお疲れおやすみ疲れんみでーすまた明日ねー。